横綱が入ってきましたって言って、こうしたらみんなふわーって、まあ、それで挨拶するんかって言われて、手ついで挨拶するわって言われて怒られて、付き人やってた関取呼んでこいって言われて、怖かったあるこんなに死んでるのにこれで遊びの人来たらどうなるかなと思って、それが怖くて怖くて最後は熱出したっす。熱出てないです。熱出たことにしたって。もうちょっと相撲湯のお話で、うん、東龍さんが見た中でパワーがすごかった力士。まあバラト関ですかね。戦ったことありますか？自分ないんですけど、でもちょうど新十両上がった時に向こう大関だったんですよ、はい、連合稽古で当たって、うん、うーそれでじゃないですか、ね、本当は入りたくない。そう入りたくないですよ本当は入りたくないですけど、でも一応手出さないとダメなんですよ。一応手出しておーって言ってたらおいって言われて、うやべやべ黙って立てたら風邪ひくよって親方から怒られるんですよ。行けよとか言われるんですよ。行けよって言われるからやっぱり手あげるんですよ。おーって言うじゃないですか。したらあれはみんな当ててもらいたいわけじゃないんですよ。そう当ててもらいたい。いや当ててもらいたいですけど、そうなんですよ。だけどやっぱり心の中には当ててほしい。ちょうど重量上がった人なんかのもうそんな大関なんかのもう嫌だと思いながら、うん、でもうーって言ってたら、おいって言ったら、おーやべえって言ってそんな感じなので、相撲取ったらブーンって言ってずっとこんなされて意味がないです。え？そんな簡単に持ち上げられるんですか？こんなんですよ。いやマジで力やばい。こんなんでこうやって持ってから何これ人間って思わせる。力やばかった。でも押し相撲の化け物いるじゃないですか。でも初めて多分幕内当たった時もう岩のようにでっかいのが目の前にいてどうやって逃げようかと思って続いて怖かった人。誰ですか？数切れないです。いっぱいいるんですけど、本当にやっぱりあの入門した時に朝青龍関がちょうど横綱でいたんですね。で、付き人で昇天の関って言って今の錦島親方なんですけど、付き人やってたんですよ。そしたら横綱が入ってきましたって言ってこうしたらみんなふわーって雰囲気が速攻変わってたんです。怖っと思って、まだ入ったばっか半年ちょっとしか経ってないのに、まあ付き人やってたんで、で挨拶行かなきゃいけない。怖くてですねタイミング見払わないといけない。そう誰かに怒ってる時に挨拶行けば八つ当たりみたいなこっちまで来るから、こっちまでおるんぬとかなっちゃうじゃないですか。だからもう見ながらこうして今だってみたいな挨拶うーっしたら、それでお前それで挨拶するんかって言われて、手ついで挨拶するわって言われて怒られる。そしたら付き人やってた付き人呼んでこいって言われて、ええとか言って、で挨拶教えろとか言われて、はいと、こうやって挨拶、お疲れ様ですって、手ついて挨拶怖かったあるって。僕はこういうのなかったっす。月見でやったことなかったから、自分の取り組み終わってセクトリたち来てくる前にはもう帰っちゃうから、もうそういう緊張さはなかったんで、セクトリ上がったらもうずっと調子乗って、もう誰にも緊張しないなと思ってただもう一番最初いつも言うんですけど、セクトリ上がってで可愛がりとかあったじゃないですか、お湯割りで、うん、重量終わって幕内なんですよ稽古はね、巡業ので、幕内が始まったら大体そういう時に大関横綱たち降りてくるんです。重量の時になかなか降りてくないんですよ。重量の時に降りてきたらなんかあるっす、なんか企んでるっす、誰かが可愛がろうとしてるっす。でそれ誰かが僕だったっすよ。安城さんは一番怖かったっす、はい、2週間だったっすよ巡業は。13日はもう死ぬほど可愛がられたんですけど、まだ可愛い方ですよ。朝青龍さんはそうはならないよって、みんなこんなに死んで可愛がりやっと終わったのに、朝青龍さん来たらこれは可愛いと思うぐらい優しいよって言われてみんな言ってたんですよ。こんなに死んでるのにこれで朝青龍さん来たらどうなるかなと思って、それが怖くて怖くて最後は熱出したっす。熱出てないし、熱出たことにしたって、した出たことにして36と6って言ったら笑われて、お前熱じゃないからって言って、もう次はまだ心の準備して参りますからって言ったら、まあたまたま残念ですけど朝青龍さんはいなくなって、そうそう、ね、はい、まあそれだったんですけど、はい、なかったんで。東龍さんは胸貸してもらったことあるんですか？ないです、ないです。自分もないんで。ないですか？ちょうど入って1年ちょっとでもう引退してるんで。他の方もそんな厳しくはなかったです。まあまあでもやっぱり白鵬さんとか春物関とかめちゃくちゃ可愛がられたですよ。それはやっぱしんどいです。しんどかったですよ。立ち上がらなかったですね。そういう風にやることによって強くなるっていう、ね、まあもちろんですね。巡業とかそういう可愛がりで一番やっぱり馬力つけて強くなるっていうのがぶつかりの傾向なんですね。
いいしんどいですよ、うん、本当に本当にしんどいですよ。それで気持ち悪くてご飯食べれないとかなる、入らないですよ。準教で9割お相撲さん痩せるんですよ。俺だけ太って帰ってくるんですよ。うちのおかみさんはかがちゃんだけだよって、そんな太って帰ってくるの。うちの親方も痩せて帰ってきてたらしいんで、大体みんな痩せて帰ってくるから、かがちゃんだよ、太って帰ってくる。まあ、話は尽きないですけど、はい、じゃあいろいろ聞いてきまして、引退されました。はい、断髪式いつでした？今年の9月28日行かせていただきます。あ、よろしくお願いします。ぜひ皆さん来てください。そうですね、え、国技館で、国技館で土俵でやる予定してますんで、だからまあ本当に、まあ、モンゴルと日本とこう架け橋なんかいろいろできてればなと思って、仕事できればなと思ってるんで。なるほど、モンゴルと日本をつなぐ何かしらのお仕事ができるようになった。そうですね、はい。相撲に今後も何か例えば携わるとか運動系をやるじゃなしに、もう、うん、そうですね、まあ、まあないでしょうね。ちょっともう膝も悪いし。そうですよね、まあ、まあ相撲にはできたら教えたいと思うし、でもまあ本当にいろいろ人を助けてあげたい。スポーツやるとやっぱりちょっとスポーツから離れたい気持ちになりますよね。最初はですね。とりあえず、とりあえずちょっと一回しばらくは、ね、はい、いいですみたいな。で、ね、本当にそうですね。まあこれからね、まあ今まで僕ありがたくモンゴルの方と本当に深く付き合わせていただいて、もう本当に僕も外国人で向こうも外国人で、まあ結構仲良くさせていただいて、これからも引退しても何してもやっぱり今ね、やっぱり十何年間一緒に汗かいて一緒に頑張った事業は、そのこれは記録に残ってるんで、今日来ていただいて感謝しておりますので、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。